はい、ではアレンジメントを始めていきたいと思います。今日はね、こちらのこの器にアレンジをしていきます。で、行ってみようはい、では始めていきます。まずはこのパンパスグラスから刺していきます。パンパスグラス、こうまっすぐ刺すとこうなんかろうそくみたいになるんですけど、これ少しこう倒すとこうしだれますよね。だからこれを少ししだれさせて刺していきます。こういう感じですね。まあ、クロスさせてもいいんですけど、今回はクロスさせないでいきます。はい、次にこのアナベルを刺しますね。このアナベルちょっと大きすぎたら少しこう下の方は間引いていきます。でちょっとこう器にかけるような感じで刺していくとこうおしゃれになりますね。でこの今切り取った間引いた方ですね、これももちろん使っていきます。はい、こんな感じですね。次にこのアメリカイワナみたいなですね、これはこう少しいい曲のラインが出てる葉っぱですので、これを生かしていきます。まあ、ただこう葉っぱが多いとその曲がよく見えなくなるので少しこう葉っぱを間引いていきましょうか。はい、このような感じです。次にこのリューカデンドロを埋めていきます。はい、このような感じです。はい、次にこの赤バラを入れていきましょう。はい、赤バラが入れ終わりました。次にこの割れモコを入れていきます。ちょっと手前に硫化デンドロをもう少し入れますね。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、今回はこのパンパスグラスの剥き方とパンパスグラスを刺すときに少し斜めに刺すっていうことですね。そうするとこうしだれた感じになります。ここポイントですので覚えてください。ではですね、また次回素敵なアレンジメントを紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。See you next time.